コメンスメント米級航空母艦は、アメリカ海軍の護衛空母の艦級アメリカ海軍が護衛空母として建造した最後の艦級である。14番艦、シリーコメンスメント米級航空母艦は1944年度計画で建造された護衛空母であり、全球のカサブランカ級航空母艦が一隻も飛行されていない1942年10月から、 両目が検討され始めた。三河門級航空母艦と同じく T2 型輸送船を母体として作られたが、カサブランカ級と同様に改造ではなく船体の設計図面を流用し、改めて設計された上で建造されることとなった。そのため、輸送船船体のシーアラインは見えなくなっている。当初、第1次発注分15隻と第2次発注分10隻、 その他追加分10の合わせて35席の建造が予定されていたが、設計作業の遅れから全体の建造スケジュールも遅れ、抽選により16席がキャンセルされて第1次、発注分全席と第2次発注分のうちの5席のみ完成した。うち、第2次世界大戦に間に合ったのは10席のみで、しかも、すでに大勢が消した時期の収益だったため、目立った戦果は見られない。 用目は実質ベースとなった三河門級とあまり差はないが飛行甲板は三河門級と比較して前後に長くなった一方で幅が若干狭められた。またこれまで作られた護衛空母と比べてカタパルトが2機装備されている。2機装備したのは関西機の発進間隔を短縮するためであったがそのうちの1機は関西機の大型化を見越して エセックス級航空母艦に装備されているものと同じ型のカタパルトを装備している。また、機関配置も艦尾に集中配置されていた、サンガモン級のそれと異なり、シフト配置を採用した。兵装は38口径5インチ単装砲2機を艦尾に配置したほか、40ミリ機関砲と20ミリ機銃の数を増加させている。コメンスメント米級航空母艦は艦型や性能に、 余裕があって、戦闘による大きな損害もなく、なおかつ大型型パルトを装備していたこともあって、他の護衛空母とは違って長く現役に泊まることができ、戦後も教習より区間やヘリ空母として活躍した艦も多かった。中には70年代まで現役を続けた艦もあり、見事にアメリカ護衛空母誌の長尾を飾ることとなった。戦術のように収益時期の関係上、 第二次世界大戦では目立った戦果は見られなかったが、1950年からの朝鮮戦争では護衛空母として唯一第一戦の現役艦として行動した。また、運用面で特筆すべき艦が何隻かある。二番艦、ブロックアイランドは、1945年2月に海兵隊専用空母となり、海六海、ヘルキャットの夜間戦闘機バージョンである。 海6海から 5N と F4U コルセアを主兵力とする第511海兵戦闘飛行隊を中心とする第1海兵空母飛行軍を搭載し沖縄戦に参戦した。海兵隊の戦闘機は1944年後半から正規空母に便乗する形で搭載されていたが海兵隊が独自に空母を持ちそこから作戦させれば 海軍の負担がいくらか減らせるのではという発想から海兵隊独自の空母運用が検討され始め、その結果として何隻かのコメンスメント米級が海兵隊の空母として運用されたわけである。以後、ギルバートアイランズに第2海兵空母飛行軍、ベラガルフに第3海兵空母飛行軍、ケープグロスターに第4海兵空母飛行軍が搭載され、このうち ギルバートアイランズは先日のブロックアイランドとともに沖縄戦に参加。1945年5月31日、ギルバートアイランズ搭載の第512海兵戦闘飛行隊の1機がケラマ諸島上空で100式司令部偵察機1機を撃墜。その後、2隻はボルネオ島方面に転戦。7月3日に、 第511海兵戦闘飛行隊機がバリックパパン沖で零式水上偵察機1機を撃墜した。ケープグロスターは7月に沖縄に到着し、約1ヶ月東、シナ海方面での攻勢機雷散布作戦と爆撃支援に従事。作戦中に百式司令部偵察機や水星などを撃墜した。ベラガルフは沖縄に到着した時に対戦が終結していた。 このほか、クラガルフが海軍の夜間戦闘機体専用空母として整備されたが出撃後すぐ終戦となり活躍の機会はなかった。艦名は当初ワンの名前を付ける方針だったが海戦や上陸作戦が行われた地名を記念して命名、あるいは解明された艦が多い。ありがとうございます。